からどう思われるかを気にしたり、それは決して悪いことじゃないけど、本当のあなたはどうしたいの？ 100% 自分らしく生きようとすればするほど、神様は乗り越えられる程度の試練を与えてことだけで生きてみたい、それはとても素晴らしい夢だけど、思ってるだけでは叶わない、時間がない、自信がない、言い訳は出てくるけれど、当たり前に来ると思う叶えよう。